タルコフじゃないのかよカエルは。まあまあそう言わずに見てってくださいよ。私の COD を。ということで皆さんこんにちは、オネです。視聴者の気持ちを代弁しました、ゆずきゆかりです。モダンオーヘアーもカスタマイズの自由度すごいし実質タルコフでしょ。そうかな？そうなの。というわけでやっていくのはガンファイト。ルールは、やりながら説明する感じで。味方やられましたね。一度やられるとそのラウンドはリスポーンできないので注意が必要だね。じゃあ死なないことが重要ですね。ラウンドを取る条件としては敵の全滅か、フラッグダッシュになるよ。それを少人数で、狭いマップでやる。それがガンファイトってルールだ。ちなみに、今はスナイパー限定モードで遊んでいます。気づいたら一人になっちゃった。ここは腕の見せ所ですよ。まあ見てな。やるじゃん。これで怠慢だ。後ろから撃たれたな。へへ、これだから COD はたまらん。模範的 COD キッズ。それは褒め言葉か？そういえばなんで最新作やらないんですか？フレンドはみんなそっちに行ってるじゃないですか。勝ったらタルコフから逃げそうだったので。それにこっちにフレンド呼べばいいしね。それでいいのかフレンドよ。わあ、ここは逃げるぜ。恐ろしく速いショット。 PS4 のシェア特有のキャプチャーバグと。上にいるな。外しちゃった。イチゴジャムがすごいけど自動回復ないのよね。これがガンファイトの辛いところ。でも枚数差あるし何とかなりそう。このスナイパー限定モードではそんな考えは。身を滅ぼすことになる。ここはフラッグ狙いで行くか。左から一気にフラッグを踏みに行く。これを踏んだら相手は来るしかない。よっしゃ。結構戦略性あるんですね。 COD では珍しく頭を使えるモードなんだよ。ちなみに2ラウンド行うごとに武器が変わります。この武器は HDR だね。重たいスナイパーになってるよ。私は苦手な部類かな。あと多分架空の名前だと思うんだけど、元ネタは何なんだろうね。あんまり見たことない形してますよね。今見えたな。やられてますが。覗き込みが遅いのが悪い。相手のキルカメ。ふむ、いいクイックスコープだ。さてこの銃でもう1ラウンド乗り切らねばならないのが辛いところ。どうにかうまくやってください。覗き込み遅いとどうしても置きが重要なゲームになっちゃうからな。すごく難しい。あっという間に追いつかれましたね。敵さん HDR に慣れてるんだよ。まあでも次から武器は変わる。これで形勢逆転だ。武器は AX50 ですね。これはいい武器を引いた。というわけで勝ちに行きますよ。そこを登ろうとする癖はバレている。へへ、やっぱりこの銃は手に馴染むぜ。お、味方ナイス。ジャンプしているところを倒してますね。なかなかやるじゃん。そんじゃ次も勝ってこう。また登ってくる読みであそこ行くぜ。来なさそう。え？ちゃんと前見てやってください。まさか今度は真下にいるとはね。想像もしてなかった。これでまた並びましたね。次の武器次第。SPR って書いてますね。よくわからないやつだけど、さっき使った感じ強かったからいいか。いきなり一人ですね。でもこの BGM の盛り上がりなら。勝てる。勝利 BGM ってやつですか。ですです。さっきも前方不注意してましたよね。
知らない。また近接でやられてる。これで相手がリードですね。なんとか巻き返していきたいところ。ここは確実に行きたいので堅実に行きましょう。お、ナイス。この調子でラウンド取りたいね。フレンドの抜かれた位置的に残りの敵はここだー。短所だー。楽しそうですね。倒せてないから楽しくない。でも味方がやってくれましたよ。ナイス。隠しきれない不満。次のラウンドで爆発させてやるんだよ。頑張ってください。武器は変更なしみたいだね。ありがたい。また同じところ見ようかな。今通りましたね。あそこフレンドもいるはずなんだけど。まあいいや、下置きに行こう。やっぱ来ますよね。そして流れるように。いないか。いた。外した。でも味方が切る。まだ不完全燃焼なんだよ。でも6セット取れば勝ちですから、次でマッチポイントですね。サイド交代？ここに来てですか。左右対称マップですからそんなに意味ないと思いますけどね。まあ気分が変わるのでよし。これが最後になるよう頑張るぞ。そっちは見てるのか。やることないな。適当にここに貼っとくか。これで2体に。もう一応ここに貼っとく仕事でいいかな。来ませんね。フラッグもあるし前へ行くか。びっくりさせないでよ。そしてすかさずフラッ敵見えた。おお、最後のはかなり良かったんじゃないですか。完璧な勝利だ。というわけで COD いかがだったでしょうか。といってもほとんどスナイパーばっかりで意味不明だったと思いますが、次はハードポイントとかで親しみのある銃を使っていきたいね。それではご視聴ありがとうございました。あ、いいねお願いします。